メアリーダイヤーメアリーダイヤーはイギリス・イングランドの生まれのクエーカー教徒である。再三、クエーカー教禁指令に違反した罪により、マサチューセッツ州ボストン市にて、公主刑に処せられた。北米最後の殉教者であると考えられている。1637年、メアリーダイヤーは宗教家、アン・ハッチンソンと出会った。ハッチンソンは、神は、聖職者を通してだけでなく、 直接におののの個人に語りかけるのだと伝道していた。ダイヤーは、ハッチンソンの、信仰市場主義と言われる教えに消えした。信仰市場主義者の間では、老若男女が集いながら、マサチューセッツ湾入植地での申請法が、聖書に定触していることを学習していた。1638年、メアリー・ダイヤーと、夫・ウィリアム・ダイヤーは、ハッチンソンらと共に、 入植地から追放された。ダイヤー1個は、ロードアイランドの入植地、プロビデンスへ移動した。というのもプロビデンスでは、すでに1636年に同じく、マサチューセッツから、異端信仰の門で追放されたロジャー・ウィリアムズにより、宗教の自由が確立されていたからだった。1652年、メアリー・ダイヤーと、夫は、ロジャー・ウィリアムズ及びジョン・クラークと共に、 イングランドへ帰還した。ここでメアリーは数年前からハッチンソンと共に抱いていた考えに大変近い内容を解いていたジョージ・フォックスが創始していたクエーカー教に入信したのである。メアリーは次第に自分の信念に従ってクエーカー教の伝道者となっていった。1657年、ダイアー夫妻はロードアイランドへ戻った。その翌年、 メアリーは新たに制定されたクエーカー教禁指令に抗議するべくボストンへ向かったが会えなく捕まり追放されてしまった。メアリー・ダイアーはニューイングランドにてクエーカー教の布教を続けたが1658年ニューヘイブンで捕まった。その釈放後、メアリーは二人のクエーカー教徒を訪問するためにマサチューセッツへ向かいまた捕まってしまい入植地から 永久追放の処分を受けることとなった。メアリーは表立って法令違反しているクエーカー教徒の集団と共にマサチューセッツへ三度目の訪問を行い再び捕らえられてしまい死刑宣告を受けた。ごく短い審理の後他の二人のクエーカー教徒は公主刑に処せられてしまった。しかしメアリーの夫が 当地の知事ジョン・ウィンスロップの友人であったことにより、メアリーの死刑は執行直前で恩赦されることとなった。メアリー・ダイヤーは、ロードアイランドへ強制送還され、ロングアイランドへ電動に回ったが、1660年、両親に呼び起こされた彼女はハンクエーカー挙法令に、反抗するため、マサチューセッツへ舞い戻った。今度こそ、 彼女の夫、家族の要望にもかかわらず、メアリーは再度、残悔を拒否してしまい、5月31日、改めて死刑宣告を受けた。そして、その翌日、マサチューセッツにおいて、クエーカー教徒であり続けた罪状によって、ボストン顧問にて、公主刑に処せられた。メアリーの最後の言葉は、いいえ、私は、あなた方の罪深さをあがなうために来たのです。 主の無垢な僕に反するような非正当な法を撤回することを求めています。そう、私は決して残悔などしません。であった。現在、ボストンにあるマサチューセッツ集会議事堂の前にはメアリーの銅像が立っている。ありがとうございます。